かざし撤収。今回ね、なんか静粛性能が、このホイールにね、静粛機能がプラスされてるらしいですね。まあこのゆっくりゆったりした長旅も、このオデッセイなら、満足いただけると思います。というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら新しくなったホンダオデッセイです。いやー、来ましたね、ホンダオデッセイアブソリュート EX になりますね。今回ね、マイナーチェンジでだいぶね、顔の方が変わりましたよね。フロントマスクね、なんか分厚くなったかなという印象が結構強いですね。このフロントグリルすごいね、こう縦にやっぱこう伸びてますよね。質実剛健なデザインになったなという感じですね。いや、それにしてもね、今回これマイナーチェンジになるんですが、なんかパッと見ね、フルモデルチェンジになったのかなというぐらいの変わりようですよね。前のモデルに比べてこの下の部分がこう繋がったんですね。前はね、元グリルが下の方までこうなんかこうビヨーンっていうね、ビヨーンっていう口だったんですが、今回ね、やっぱ良くなりましたよね。外装がね、結構気に入ってるというお客様が結構いらっしゃるみたいですね。ちょっとライトつけてみました。見てよ、これシーケンシャルウィンカー、流れるウィンカーがかっこよすな。いや、今回のねオデッセイね、本当にね、なんかデザイン良くなったなという印象ありますよね。この流れるウィンカー、皆さん待ってたんじゃないですか。で、これよく見たらね、この一粒ずつの LED が光ってるんじゃなくて、このほら、シューッとね、こう自然な、つなぎ目のない流れ方してますよね。ほら、真横から見てもね、こう巻き込んで横面まで行ってるんで、結構視認性も高いですよね。わあ、これなんだろうか、このポッチ。そうそう、これね、ハンドル切った方向にね、ライトがパーッとつくというもんですね。ちょっとやってみましょう。ここほらポッチが光るっしょ。やっぱね、全体的にほら四角くなりましたよね。四角くなってたかな、前も。サイド面もね、すごいほらキャラクターラインがね、シュッとね、波打つように入ってますよね。全長は4855mm、全幅は1820mm、全高は1695mm ですね。全幅はね、1820mm で抑えられてるっていうのはいいですよね。で、今回のマイナーチェンジでね、このジェスチャーコントロールパワースライドドアというものがつきました。ここに手をかざします。鍵を持ってたら、このドアノブを触らなくても自動的に開くと。これね、非接触なんですよ。こうでしょ、こうかざしてシューね。かざしてシュ。ちょっとコツがいるかな。うわ、すごない、広ない。後部座席広ない。これ両手が荷物で塞がってる時は、この肘でシュッと。できたできた。これいいね。これ後ろは足なんですよね。ちょっとやってみましょう。わ、ていうか広。オデッセイ広。これあれか、座席が下に入ってるタイプか。で、これしまうときはポチいいですね。いや、後ろも流れるウィンカーでかっこええな。若干ね、後ろはこれちょっとつぶつぶ感が若干ですが見えますね。
飛んで1個ここ単発であります。なるほど、やっぱここ単発で残るんやな。緊急停車して後ろ開けないとダメと言った時にちゃんと横にねこの、ランプが残る状態ね、ハザードが残る状態なので、まあ安全性も高いですよね。いや、マイナーチェンジとはね、思えないぐらいの、いや、今回洗練されたデザインのオデッセイなんですが、これね、ほら、アブソリュート EHEV ということでね、これはあの、ハイブリッドカーなんですよね。モーターがね、2つありまして、なんとね、モーターの最高出力が315ニュートンもあります。いや、パワフルよね。で、エンジンももちろん積んでて、そちらが145馬力になりますね。最大トルクは175ニュートンメーターということで、これね、ハイブリッドシステムフルでね、使うときはかなりのパワフルな車になるということですよね。いや、これね、車両重量がさすがにね、2トンちょっと切ってるぐらいで、まあ重くはなるんですけど、これぐらいのパワーがあるということは、かなり走りも期待できますよね。ちょっとね、このブラックアウトしたメタリックなデザインがすごいね、高級感を増してますよね。いやらしい光り方じゃないんですよね。品のある光り方をしてるなという感じがします。まあ、このフォグランプも綺麗ですよね。で、ここがね、口角グッと上がってる感じ、キュッと上がってる感じ。ここはダミーエアダクトじゃなくて、ちゃんとね、ほら、空気が入るようになってますね。なんかね、空力もちゃんと考えられた、この機能的な美学といいますか、オデッセイね、大きいだけじゃないよという感じがします。で、このホイールね、最近ね、やっぱね、この真っ黒のホイールって流行ってるんですかね。これね、18インチになります。225の 50R18。で、横浜タイヤがついてるんですが、このすごいね、この黒白ボディに、この黒いタイヤがすごい引き締まってね、いや、本当にね、かっこいいな、センスがいいなという感じがします。ほら、見て、この辺のね、下回りの白黒の感じと、こうね、黒で統一された下回りという感じですね。今回ね、なんか静粛性能が、このホイールにね、静粛機能がプラスされてるらしいですね。ホイールの差でね、なんか静粛性が違ってくるって不思議な感じですよね。まあ、マイナーチェンジ前のモデルに比べて、このガラスもね、ちょっと遮音性が今回上がってるということで、そろそろね、内装の方を見ていきましょう。はい、では、お邪魔しますと。おー、広い。内装はね、こんな感じです。いや、オデッセイって、すごい、こんな広かったかなっていう感じですね。広いんですが、この落ち着いた感っていうのは、乗った瞬間ね、伝わってきましたね。あ、これちょっと、ほんでね、ドア周りがね、ほら、これ見てください。ここ薄いんですよ。ここ薄くて、こっから分厚いみたいなね。シートね、このシートのこの素材、ファブテクトっていうね、撥水発油の、シートが採用されてますね。結構ね、やっぱこのオデッセイの中で、ゆっくりね、皆さんくつろいでね、ご飯とか食べますよね。そういった時にね、こう油染みとかね、ついポトッと落としちゃっても、これね、すぐ拭き取れる素材で染み込まないらしいんですよ。染み込みにくい。シートになってるので、その辺もね、買ってからメンテナンスの方も考慮されてるといったものになりますね。ちょっとエンジンつけさせてもらいます。まだちょっとナビ入ってないですけど、あ、すごい、ブレーキ踏んだら光る。メーターはね、なんか前とそんなに変わらんかな。こっち側が液晶で、こっちはリアルなメーターになりますね。まあ見やすいメーターではありますが、全部ね、こう液晶でも良かったかなという感じもします。ここに隠れボタン。あ、こうボタンがこうラインでデザインされてる。ポチ。おー。
なんか宝石箱入れるやつや。宝石箱の素材やこれ。ふかふかしとる。何入れんの俺、金の延べ棒でも入れんの。やっぱオデッセイってね、やっぱこういう、ほら、これすごいね、これ。ずーんと。あれ？これエレベーター式の。あ、これいいね、これ。これなんかハンバーガー置けそうなスペースです。シガーソケットやら何やらももうお手の物ですよ。いっぱいついてるわ、もう。もう本当にこれ押すとね、もう電気自動車のように走ります。で、大きい肘置きだわ。こんな肘置きでかい？手のひら、私ね、結構手が大きい方なんですけど、ほら。すごい、これぐらいいっぱいあります。あ、発見した。シェルター発見しました。いや、広い。これ何入れるんやろう。ニンテンドースイッチとか入りそうですよね。このシャッターはなんか意味あんのかな。まあ、ホコリが入らないようにする感じかな。これがない方が、後ろにね、こう、ウォークスルーできそうな気もするけど。これ畳めるんか。畳めるわ。あ、そうなるとこっちにも、あ、すごい下まで行くけど。あ、すごい。あ、しっかりした。助手席側もね、ちゃんとほら、細長いけど、これ畳んでも残る。これいいな。これいいな。あ、でもこうやったらちょっとまたがして、後ろに行けんこともないな。乗った感じ、こんな感じです。いやー、いい車ですね、オデッセイね。やっぱね、こう、ハンドル握った時の、この見え感、この木目をわざとこう見せてるかのような感じで、こう、ちょっと包み込まれる感もあるし、なんかね、こう、ギラギラすぎない感じで、こう、本当にね、質実剛健と言いますか、やっぱちょっとこう、ドイツ車っぽい意識もデザインとしてありますよね。なんかしっかり作り込んでるな、という感じがします。では、ちょっと後部座席乗ってみましょう。地上から300ミリ、ここね。地上からすごい30センチしか上がってないんですよね。縦の開口部の高さがなんと1230ミリもあるんですよね。子供だったらね、しゃがまずストレートにストッと入れます。いや、そこが低くて低重心で、その辺ね、やっぱ走りもね、違ってくるということらしいですね。いや、本当にね、これ乗りやすいわ。はい、お邪魔してます。はい、お邪魔してます。うわー、広い、寝れる。これ、この広さ見てよ。これね、7人掛けです。これ、独立したシートが、すごいね、もうソファーですよ、これソファー。すごい、これやっぱ後ろ、これね、女優さんがね、乗る車ですね。こう化粧でもしながら、すごいね、これ足元見てこれ。補助席入るぐらい広いです。今座った視線で行くとね、ここなんかね、ツヤっとパネル、この見る景色もこだわってんのかな。すごい、こんな感じ。あ、飛行機みたい。飛行機みたいな空調がある。これ、グリングリンできるわ。ね、ほら、後ろもあるし、空調のシステムが、あ、ここで帰れんのね。寒い、こっから風が寒い。で、これ見て、皆さん憧れますよね。この足元のオットマン的なやつ。このレバーを、ね。ほら、見てくれ。これガクンとね、前にね、なりますね。あ、でもちょっと座りづらいわ。これちょっとやっぱ、あ、寝るときはこうか。あー、気持ちいい。あ、もう寝れる。寝れるわ、これ。で、そうなんですよ。これ今回のね、オデッセイ、後ろでね、これ完全に寝れると思います。遮音性がかなり良くなってるということでね、この、やっぱ、このドア周りとか、ボディに遮音材が追加されたのと、このガラスね、これはね、だいぶ違ってきてるらしいんですよね。なので、まあ、それと、ホイールですよね。ホイールで、遮音してると。いうことで、なんか、その辺ね、ちょっと走ってる時に、どれぐらい違うかっていうのを、一回感じ取ってみたいですよね。ちなみに、これね、今、マックス70センチぐらいね、スライドするらしいんですよ。はい、見て、これ。こんな感じ。すごい、このスライドレールのこの幅見て。こんなに長い。これ、後部座席からも、わあ、これ倒して、すごい簡単、前に押せる。ちょっと押して、これ解除ですね。わあ、おお、こんな出方すんのか。ギミック。
下がね深いです。あの荷物それなりにこの下にね、座席の下に押し込むことができますね。はい、ちょっと後部座席も乗ってみましょう。十分乗れる。まあちょっと硬めやな、後ろの座席。これあれか、こうちょっと角度つくんですね。こんなにこれだったらね、長距離運転ね全然いいと思いますよ。いや、オデッセイってね、いう名前は、あの、長い冒険旅行という意味らしいんですよね。なので、長旅にも耐えられるように、本当にね、心地よい空間だなと思いましたね、今。まあ、このゆっくりゆったりした長旅も、このオデッセイなら、満足いただけると思います。こちらの車はね、全国のホンダカーズの販売店で販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白いと思った方は、ぜひともグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、新しくなったオデッセイでした。じゃあね、バイシュ。